こんにちは、ゆうです。今日は私のバッグの中身をお見せします。まあ、だいたい仕事の時はでっかいのを、あ、じゃあまず携帯ですね。携帯はここにカードとか入ってます。あとこの人は一応ウサギなんですけど、私は塩を入れています。そして背後に何か感じたりとか、このスタジオとか思った時にササッとかやったりする塩が入っています。ポケットから行くか中身から行くか。行かない。ポケットから行きます。きちっとしたお財布を持っていた時期もありました。50歳を超えてからまた壊れ始めたっていう第2期ぐちゃぐちゃ期に入っております。50代を過ぎてからまた20代ぐらいに戻っている感じですね。で、これが2つあるんですけど、1つはお術が入っています。これはサプリが入っているんですけども、いくらでもお酒が飲めるサプリです。あとはまあこういう消毒ペン。それでは失礼します。まず皆様にお届けしたい情報として、このバッグはとても大容量で使いやすいんですが、いわゆるそういったリュックの専門のお店ではありませんので、背中にクッションが入ってないんですね。ですから自分で入れました。あとは扇風機はホワイトの方になります。扇風機2ブラックになります。頭皮に汗をかくことが一番嫌いな行為です。冬でもお店の中とかとっても暖かくしていただいているので暑いので、あとは、うさぎちゃんのポーチに入っているのは50を過ぎて壊れ始めました子供用です。歯磨きセット、メガネです。メガネをかけないと何も見えません。チャンネルです。乱視もあるのでこれで見えてます。充電、ビバ充電。ポーチがあるんですけど、これはよく番組とかでも席に持っていくんですね。私はこれ全部で、何が入っているのかと言いますと、まあ、鏡、皆様に見せていいですよね。ここは U と書いてあります。 U です。この辺は尊敬しています。これはコンシーラーですね。レスプロンドらしいです。私よくなんか食べたりとか空気変わったりするとこうプッて赤くなったりするんですけど、それをコンシーラーで消したりします。お守りも入っています。胃薬です。あとご存知ですか？これなんか眉とかこうするやつなんですけど、私の場合はこう前髪とかこの辺についた毛を毛払いです。このポーチを斜め掛けにすると三泊旅行に出かけられます。背負ってる時には見えないんですけど、
かね日本でやってくれなかったんですけど、何が入ってるかというと、イヤホンですけど、今みんなね耳にぶってスマートにしていらっしゃいますけれども、いなくなるんです、一人ずつ。結局線だっていうことになる。線を使っております。あ、終わってしまいました。ご質問はございますか？仕事の時はとにかくこれをこう綺麗にこうしている時間もなかったりもするし、場所もロケ先もね、すごい狭いとこだったりとかする時にバッてボボボボボッと入れられて、この中でなんかできたりとかしないといけないので、割とコートかとトートみたいなものが多くなりますね、仕事の時は。というわけで、これが私のバッグの中身です。こういう感じなので、ドサドサできないと、こういう感じ。それでは Vogue Japan の他の動画もチェックしてくださいね。アンニョー。